本日、午前0時21分です、これから僕は、夜中のラジオに行くんですが、その前にちょっとずっと気になっていたこの鬼滅の一番くじって20枚あるんですけど、いいのはあんまり出なかったんですが、このダブルキャンペーンっていうのがやってないんじゃないかっていうのを気づいてですね、3月末日で終わりなんですよ。 QR コードで、この数字が、宝くじの番号になるのかな。これこっちか、ここかこっちはもう数字見せないですよ。なんか僕の番号なんで、これを入れて、できるそうなんですよね。 QR コードを入れて、ここ早い、読み取った、見取りまして、あれ何これ、 BP ナビログイン、この数字を入れんじゃないの、ナンバー入力でしょ。あー、なんか入らなあかんのこれ、会員に。で、会員に入ってないとこれがキャンペーンナンバーができないってこと、ダブルチャンスがダメじゃない。で、登録するか、うん、僕はもう何百回もやってるんで登録してありますけど。何百回もやってんの、一番くじを。ダブルチャンスキャンペーンを何百回もやってて、キングカズは何回ぐらい当たってんの。1回。1回。何百回もやってて1回。ちなみにこれです、当たった時の画面。うわー、すげー。あんなええ仕事する会社やのに、こう大当たりがこんなペタッとした CG なんや。何やったんのこれ。合計10個。全国でもフランスにもあったぐらいやからな。何個売り上げてるうちの10個なのかやね。いやー、でも行くか。よし、これは L か、 L、 L か、どっちかが見づらいな。59379で5でいいの。そうですね。当たった？いや、当たってないです。まだここ。あ、これ。これが当たるってことね。そうです。画面割れてて見づらいか？いいか？行きますよ。まあ、まだそれ行ってから。うん？もう一丁行くの？もう一丁あるはずです。この後ですね。ああ、今グリグリしてるってこと？そうです。押しますよ。カラカラカラ。あ、ちょっと待って、ピンボケ。あ、ごめん。あ、いいですね。いきますよ。残念、青は何もらえんの。また挑戦してねえや。キャンペーンナンバーを入力する。うほー、なるほど、こういう風に始まるわけね。これじゃダメだ。これね。なるほど。これがダブルチャンスキャンペーンか。60115。はい、来ましたよ。キャンペーンチャレンジ。ガラ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 、ドン、ブルー。くそくそくそ。キャンペーンナンバーを入力する。ちょっと一回食ろうかな、これ。一回食っちゃおう。一回食っての、UIXV
UIXV の数字入力。きますよ。間違ってんじゃないですか。QIXV でしょ、うん、5937959992。やってますね。合ってるやろ。ゲームに進むとキャンペーンナンバーリストに利用済みのキャンペーンナンバーが含まれています。何それ、どういうこと。一回じゃあこれ保留にして。あ、だから、あ、誰かが使ってるってことです。え、どういうこと。誰かがこれを使ってやったってこと。誰がよ。えぇ、あれじゃないですか、可能性としては、うん、あの一番くじの動画あるじゃないですか、うんうんうん、あの時多分もしかしたらチラッと映ってる可能性あるじゃないですか。おお、それをギュイってやってダブルチャンスキャンペーン取ったってこと、誰かが。えぇ、ー、そんなこと起こる。じゃあもう YouTube ダークサイドチャンネルを使って犯人探し背中になってくるよ。誰だこれやったのって。次行きますよ。一旦保留にして次行きますね。6、3、5。はい、来た。来た。行きますよ。もうちょこっちか。はい。ガラ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 ドン。だー、残念。何、楽しいな。外れてほしい自分もおるな。次、5950、ゲーム進む。あれ、入れない。嘘、また入られへんの来てる。嘘でしょ。 FRHB5937959 5950 5950、合ってるやん。嘘でしょ。そんなことするやつおる。そんなんするやつおるかな。いや、おらんはずやろ。一回じゃあこれ保留にしとこうか、うん、5983 5983、完了。ゲーム入った。ゲームに進みますよ。よいしょ。ガラ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 ドン。残念。いやー、なんかこれも。じゃあ僕こっち。次。怖いな。怖いな。5939 5939。入った。怖い、入れるかどうかが怖い。はい、ガラ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 ドン。残念。嘘。そんなにいくか。5枚。入った。ゴー。ガラ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 、ちょっと振ってみる。ドン。残念。残念だ。まだある。まだあるよ。はい、来た。はい、回ってます。ガラガラ回ってます。ドン。残念。うそー。5939。ゴー。え、またエラーが出た。
FKYD5937959 5937959 5986 5986。またエラーが出た。1番目の利用済みのキャンペーンナンバーが含まれています。次、問い合わせた方がいいのかな。5、嘘、まただ。またキャンペーンナンバーリストに利用済みのキャンペーンナンバーが含まれています。入力エラーが発生しています。4枚。そうか、あそこで並べたな、花壇のとこで。それを解像度上げて、そんなんできるもんなの。5937960009、ゲームに進む。入った。はい、入りましたよ。ドン、ガラ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 、1、2、3、4、5。あー、電気も消えた。電気も切れた、残念。8、蜂ミス。これ一気にやるパターンもあるんですよ、確かに。何それ。でも一気に何枚いけんの。確か4枚か5枚ぐらい一気にの入力して一気にやるみたいなパターンもあるんですよね。違うページ、それは違うページかもしれないです、ね、あ、複数ナンバー入力ありました。あった。うわー、1、2、3、4、5。また入力ミスとか出るかな、いけるかな。よし、じゃあ5枚いっぺんにいきますよ。 MK9 MK9 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 9
そうやねんな、ドラクエで一番何が楽しいって言ったらカジノが楽しかったりするもんな。ずっと入り浸ってしまうっていう、まあ俺が世界平和にせんでもええかみたいな感じ。VZ VZND ってなんかかっこええな、当たりそうやな。5枚目FJRP ここでよいこチャンネルのダークサイドを撮ってるとは思えへんやろな。 FJRP FJRP でペースト入れて59379 5978 GO!5枚嘘やろ、キャンペーン、キャンペーンナンバーリストに利用済みのキャンペーンナンバーが含まれています。4番目のキャンペーンナンバー入力でエラーが発生しています。上から4段目ってこと？どうですか？じゃあこれだ、 VZND74、これがあかんってことか。怖い。ゲームです。入った。さあ、5枚。複数エントリーをしてみましたよ。ドン。ガラ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 、ドン。残念。で、え、全部が残念ってこと？そうです嘘5個入れたのに玉1個しか出てへんけど、玉5個出るわけじゃないねや。うわー、それは寂しいわ、やり方残ないわ、残らない、残ないわ。しょうがない、もう複数やめる。あと2つ
あと2つです。単数入力にします。 UEUI GO。 はい、入った。大丈夫かな。一回を切っていこうか。よし、来い。ドン。ガラ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 。ドン。残念。そう。14。ラスト。ラストです。ラストですよ。ラストナンバーが来ましたよ、とうとう。5949。5949。せめて入れ。クソやろ、入れんかった。入れんかった。AGJGJGX5939 5939 5949 5949。進む。入らない。最後の一枚が入れないと。そんな終わりある？14枚が、外れました。14枚が外れました。で、6枚が、エラー、入れなかったやつです。これどうなの？キャンペーン入れないっていうことはあるの？エラーって。今まで僕はないですね。ないか。じゃあやっぱそうだ。じゃあよくないやつが視聴者の中に紛れ込んでるってことだ。うわー、まあね、打ち間違いでね、そういうことありますけど。打ち間違いはね、でも確認したもんね、数字はね。かも本当に誰かが適当な番号で、うん、なるほど、はゼロじゃないんじゃないですか。ああそうか、そうだね。前のアルファベットを変えるぐらいやもんね。数字の方は結構似てる数字が何個かあったりするから、前の4桁をちょっと変えたりとかして入れたりする人もおるかもしんないってことか。じゃあもうダークサイドチャンネルの視聴者じゃなくてってことや。わかんないですけど、ね、プログラミング解析みたいなのやって、うん、やる人がいるのかもしれないし、わかんないですけどね。映画の話ですけどね。そうやねんな。あのなんか暗証番号とかもバラーって数字のランダムに入れて、で暗証番号を響きは弾き出す人もおるからね。海外のハッカーなんてもうすごいっすよ、もう映画見る限りは。映画見る限りは。何でもこんな風な数字の入れ方でランダムにやんねやろなみたいな、やってる人もおるんやろな。でもそんな人がおったら全部をもうダブルチャンスどころじゃないやん、もう当たるまでチャンスやんか、そんなんだったら。そうか、でもしょうがないか。こういう嫌なことが起こると先を想像するんですよ。こういうことが起こった、じゃあそれはほんまかどうか検証してみようって見て、数字見えるぞ、あこれ6枚のうち3枚は見えたけど、この3枚は関係ないな、この3枚は映ってなかったよ、やった場合3映ってるから全部そうなのかとか、そこの線引きっていうのは曖昧になってきて、6映ってて6全部これやったってなった場合に、だからどうするんだってなった場合に、犯人探せるかっていうと探されへんと思うね、絶対。じゃあなんだって言ったら、もうこっちのミスだったって思う方が僕は楽なんですよ。だからこれはもう破ります。こっちのミスです。入力がうまいこといかなかったのかな、 Wi-Fi かな。鬼滅の刃一番くじ、ダブルチャンスキャンペーンの20枚を、やってみたんですが、全て外れました。残念。